西部は25日、アンソニー・ガルシア外野手、23、と支配下選手契約を締結したと発表した。ガルシアはドミニカ共和国出身で1メートル98,115キロの大型新スケット。昨年まではヤンキース参加でプレーして通算46本塁打を誇る両ちの長距離砲だ。今季、ファームでは32試合に出場して打率。 216,3本縫いた、10打点をマークしていた。チームは借金32の最下位でチーム打率、206,195得点は共に両リーグワースト。後半戦から巻き返しを狙うチームの救世主として期待される。下向き黒三角アンソニー・ガルシアとにかく驚きましたし、何よりも嬉しいです。 しっかり準備をして、どんな状況でもチームに貢献できるようなバッティングをしたいと思います。両打ちですが特に、左のホームランバッターとして、活躍できるよう頑張ります。下向き黒三角渡辺久信ゼネラルマネジャー兼監督代行これまで、育成選手として一生懸命、練習に取り組んでいました。長距離砲なので、打撃に期待していますし、 まだまだ発展途上の選手ですが、支配下選手として、ここからどんな成長を見せてくれるか楽しみです。